WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦、ともに 47.6、 平成最後の大晦日、4階級制覇への見えですも、井岡のジャブが見えている、右ストレートが左に低い、うん、今日はやっぱ自分から手数出していいですね、右ストレート、1ラウンドからガンガン右ボディ、左ボディ、井岡のボディ2ストレート届かなかった井岡、右フック、しかしこれ、はい、左ボディ2つ、見えです、右フなので、ちょっと落ちにくい部分も出てきてるんですね、はい、3人が1ラウンドごとに両者に右ボディ2つ、近い距離で打っていく井岡、パンチをもらいながらも下から攻める、うん、ただニエテスはやっぱり体の使い方がとても上手いですね、体アッパー2つ、井岡も右フック返している、右フックは当たった、ニエテス、しかし左フック、こう徐々に出すのか一気に出すのか、ニエテスの右、左ボディ、ニエテスが右にストレート当てた、左アッパー、百戦錬磨のニエテス、右フック、つけないようなポジショニングやっぱ取るんで、なかなか強い左効いたここは感じ、左アッパー出てくる、出てくる、井岡ももらっている、ニエテスとかカウンター狙っているような印象ありますか、右、ニエテスシーンがありました、左ジャブ相打ち、しかし何度1ラウンド中左もらっているようか、ダウンしてもノックアウトにならないフリーノックダウン以降は得点による判定です、井岡もらった、スパーが警戒という内山さん、そうですね、左ボディが左、ダブルを見せました井岡、右ストレートもつなげた、右アッパー、ショートアッパーだった井岡、左フックまでつなげた右ボディです、やっぱり体をこう入れたりとか肩入れたりして、井岡がウィービングダッキングでかわす、ワンチャンアップ、ほぼ決めたような表情するシーンがあったところで、そうですか、はい、オーバーフックガードした井岡、この防御もボクシング採点の一つです、スリッピングアウェイ、相手ですけど派手に動かないですよね、派手に動かない、ね、小さいところで直し、左もらって右をもらって井岡です、しかしここは耐える井岡、高いですよね、ワンツー井岡、しかし今も顎を少しかすめただけだったかなと思うんですね、そうですか、右ガードした井岡、こういったところが大事なんですけども、ただニエテスまでやっぱ動きはいいですね、そうですか、ワンツーニエテス、ワンツーニエテス闘志を、伊藤さん右ボディから左フックアップ、しかしすぐに体を密着させる、伊藤さんが現役時代もそのアラジムでこのニエテスを目にしていたという、その名ニエテスはワンツーを打った後でしっかり誘ってカウンターを狙ったところ、そういった指示ですね、具体的な指示が出ています、そんな印象がありますが、ガードしました、はい、ワンツースリー右、拳を握った左ジャブもらった井岡、しかし前出るボディジャブです、また左前ボディ2つもらった井岡、内山さんうまいパンチですね、あそこでボディの返しができるといいんですけどね、相手に対して左ボディ左フックもらった井岡、顔面へ、しかしガードしている井です、右ストレート井岡当たった、ワンツースリー、右ストレート井岡、全国の皆様にお伝えしています井岡とニエテス、ジャブ右ストレートを返しなしです、シャリフィリピンで史上2つ取れば、はい、取った方がとかそういう感じかもしれないですよ、これはここで左アッパー、井岡が中華、ニエテスが中華、いいですね、ワンツースリー、左ボディ当たった、防御のテクニックジャッシングには必要だと、さあこれを磨いてきた井岡ですが、ショートアッパーからにワンツー、しかし届かなかった、逆にニエテスが左アッパーだった井岡、ジャブから右ストレート、しかし右アッパーもらっている井岡、ナイス、ナイス、いいですよ、来ましたね、今シュー来ましたね、左フック2つ、ナイス、ナイス、ワンツー左フックもらった井岡、11ラウンド残り1分です、おー、いいです、近い距離、右ストレート当てたニエテス、アッパーガードした井岡、左ジャブ右ストレート井岡、ワンツー、ニエテス左フックまでつなげたニエテス、激しい攻撃打ち、右ストレートの大御所井岡、右ストレートカウンター、左フック井岡、第11ラウンド、しかし相手もパンチを返す、ニエテス左ジャブ、ワンツー、ニエテス取った方がベルトは相手に流れるかもしれません、井岡はボディを振ってワンツーガードして、一騎打ち、頂上決戦、伸びてきました。
度負けてますから、はい、今回加さんがポイントに挙げられたのがやっぱですハンド立ち上がりどう見ていますじっくりあの、はい、先でいいと思います先にじゃ来たのはニエテスですパンチはニエテスの特徴ですはグローブでガードしたようなワンツーはバックステップで回した、はいまあ、前回は、ね、マカオの時もアッパー結構もらった井岡も33歳になったそうですか出ましたね僕もそう思いますあそうですかはい右当たったこれですよ今の右のハンドここに入ってる入れてるそう忘れるなよという一方ニエテス陣営ですねこちらは攻撃面ではまあ上々の立ち上がりだとでジャブでここに動くというニエテス陣内山さん井岡、はい、あのオーバーハンド なんなりしないと井岡も当て返しています打ち分けるのは近い距離になりますアッパーからのフックなんでマカの時もそれを結構もらったので、少しあのブロックしてますねガードの鉄壁の技術というのは失敗しますですがねペースを掴むとただ右のリターンはストレートから右のフックはい、はい、できてますねそうですか高く手を上げていますジャブ2つはそうですね、はい、上下の打ち分けいいですよ左フックから左ボディ右ボディいいですよ、井岡井岡危なかったね、うん怖い怖い今のジャブに対して黒いいプレッシャーをかけているという声左、アッパーで入ってきたニエテス当たりました、ね、ガードの隙間ボクシングのジャッジさん基準となるのは4つ流る防御そして4つの基準をジャッジさんあとは接近戦になった時の攻撃の一瞬の油断も許され井岡選手がしているので怖いし、一発もらってますねやってくると思いますジャブ、うん、ジャブいいですね伊藤さん、はい、ニエテスに続きカウンターを狙ってなくてしっかりとストマックを狙えという指示です右ストレの腫れをとても気にしていますマカオでやった時と同じあの時のジャッジ3人はニエテスを支持したジャッジは試合の流れは大きく変わるわけですねなんですけど大差になることもあるんですよなるほどアメリカの最近くこの世界戦のジャッジを務めています左フックはそれを感じたかからね、もっと切る布石どういう右布石ですかあの、はい、これすごいと思いますねなるほど帰ってきた井岡に対してナイスと言って左フックはリポートが入りました井岡は、はい、その反省というか言っていいのかみたいな感じだった、はいはい、ポンサクレッツボンジョンが勝ってそして4回目ですからねそうですねちょっとゲーですが手がなぜ手が出ない答えになってる感じですね1ラウンドにここ最近は出ていないですから内山さんやはり先手で先手前回この身長差低いニエテスが中に入ってのアッパーという背負わせる右ボロッタイヨカ今のは強いパンチでしたで、ね、見ていますとこれはありますねというのも思うんですねインアウトちょっと小さな小さな動きで相手を磨き上げてきましたストレーナーの声が飛んでいますここに振って効いていないというただそういう時にかわす見えてしまうガードの上からの内山さん一つ打っていくことは必要ですよ、ねはい、やっぱり打った方がすごく 11.9 キロクラブこのジャブはして、はい、今のランドで自分からちょっと手心配の声が聞かれていますねそれに対して見えてしまう何もリアクション取っていますちょっと積極的にたらボディがね少し効いて伊藤さん、はい、井岡陣営ですジャブジャブ左ここでもう一度ジャブというのは内あのジャブついて中間キロはすごくいいので、はい、左相手に当たりました井岡違うか手出ますね距離もやはり接近戦ニエテスとの距離はどうけど当てさせてもらえるといった距離という部分右当たったニエテスしかしボディから顔面にいいですねの印象今のね見え方を払拭ブロッキングがすごく優れた内藤さんはいそうですねこの距離ニエテスにとってね、はい、その3年でしたので、はい、今回は全然パンチが蹴れましたね。あ、そうですか。伊藤さん、はい、井岡陣営ですがね、サラストレーナーからで大丈夫なんだ。ペースは掴んでいるから。伊藤さん、はい、気づいて言及してますね。離すね、ストレートもすごく。第二子、体に身をもっている。一週間で第二子が生まれる中でチャンピオン。ここから内山さん。すればいいと思う。ある意味ではいいかもしれません。ね、4回フライ級でだいぶもうスーパーフライで慣れてきたというか生まれの世界戦ですから長く在位していた赤尾の時はまだと、ね、そうですねスーパーフェザー級出ないに見えています固めてましたけどそう、まあ、ちょっと攻撃に変化をかけようと思ってるのかなるほど今日ですね
向か陣営です。取られてると思ってると思います。来るかもしれないですね。内藤さんをした見えてると中継を延長してその動きに、そして井岡がどう動くか挟まあるんでしょう、ね。まあやはり度胸がないといけないんで。響き渡った音に観客から拍手が飛びました。左の目は右の目の見えてる。かなり左目の上から出血。井岡すごいですね。井岡が左とボディへのジャブ、相手も打ち返す。前の大晦日の完全に打つときに見据える他団体との統一を受けられるか分からないでしょう。そんなからやってきた伊藤さん、してますね。まあですから左も当たってくるわけですからね。そうですね、左が当たらない。ですからその距離を幅が2センチダメージを負っている右手カウンターを狙うという右フックコンビネーションを見せた井岡です。ドレートとかね。よかここも追い込みプレッシャーていますね。呼吸ここも本当に自分のペースで伊藤さん、はい、まあ、妖怪右ですね。フェイン出ましてやっぱりあそうですか。しっかりパーリンググローブで右にアンパーをもらった妖怪です。最終第1で今、ね、手足ね、ね、球を決するリングで足がまだよく動いている。血出てきた。力が入ってないですからね。でもね、このペースでこのボクシングいいですね。チャンピオンの一歩判定3対0、井岡勝人。